ロシからは人口も天然も検出されなかったというのが一つ目の分かったことです。それからもう一つ分かったことがありまして、その警報発生した後にですね、あのまあ、ポータブルというかですね、あのダストサンプリングができるようなダストサンプラーを持って行きまして、現場に。その現場でその周辺のものをダストサンプリングをしました。そのサンプリングをしたものを分析をしたらば、 あの、天然各所の鉛210というものが、1.4×10 のマイナス5乗ベクレル立方センチメーターということで検出をされたと。これが二つ目の,の、あの、理由です。ですから、まあ、あの、えー、まだあの、コネクターの、あの、 あの水滴かどうかとかっていうことは、あの、今日の時点であの原因はっきりとは言えませんが、まあ、新しく分かった情報としては、露、え、出、ー、からは検出されなかったけれども、周辺の空気から、えー、鉛の210が検出されたということがあの、新しく分かった情報ということになります。またあの、引き続きですね、今日の原因につきましては、あのきちんと詰めて、またご報告させていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、おし人りさん。